アーデレプゼンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ゲッティンゲン群、ニゾクスフレッケンである。ゲッティンゲンから西に、約15キロメートルのシュビュルメ川沿いに位置する。この町には、バルテローデ、エーバーハウゼン、エルプゼン、ギュンターゼン、レーディングゼン、ビベッケの各地区が属す。アーデレプゼン上アーデレプゼンは、990年に、エテルブ出身という表記で、 初めて記録されている。これは、町の高台である、長く伸びた砂岩の岩山の上にある、アーデレプゼン断尺の古い城に関するものである。この年、皇帝夫を三世は、姉のゾフィーに所領を与えた。村と街道に横たわる砂岩の岩山は城塞を建設するのに適していた。13世紀に、ビベッケ家は、近くの村に移住し、岩山に城を建設した。 この城は1295年に初めて記録され、これ以後はアーデレープゼンと名付けられた。これは当時のデアデリベッセンが変化したものであった。1394年5月1日にこの村は、領主から自治権の一種を意味するワイクスペルドレクトを授けられた。これにより、この町は1693年にフレッケンを名乗った。アーデレープゼンは、 13世紀から1852年までの、前時代を通して、アーデレプゼン領主家の領主裁判権の下に置かれた。ただし、ベスト・ファーレン王国に短期間属した例外があった。15世紀の終わり頃、アーデレプゼン家とヘッセン・ホーハク・ビルヘルムとの間で、フェーデが起き、ブラウンシュバイク・リューネブルク・コーエーリヒ一世が、アーデレプゼン家の味方として参加した。これにより、 このフェーでは、ブラウニシュバイク家とヘッセンハクとの間の本格的な戦いになった。ヘッセンハクは、1497年にバルテローデの一部を焼き、その境界を占領し、多くのものを捕虜とした後、1503年にアーデレプゼンに向かった。しかし、エーリヒ一世は、ヘッセンハクの先手を取り、アーデレプゼンの防衛を固め、強力な守備隊を配置した。 フェーデと戦いは、最終的には、ヘッセン砲白がアーデレプゼンにおける、霊園特権を放棄することで終結し、その後は、ブラウンシュバイクコーエリヒ一世が占領した。30年戦争の混乱の中、南ニーダーザクセン地方の他の多くの町と同じく、アーデレプゼンも、被害を受けた。町の保護場は交付されていたが、状況は変わらず、 1629年にティリー博はアーデレプゼンの広い範囲をひどく破壊した。戦後にまで壊滅的な既存が報告されている。アーデレプゼン家は収入源に関して心配していなかった。なぜなら、1543年に制定された裁判所法や1550年に制定された行政法の他に、領主は、 自分の地位にふさわしい生活を享受するための財源に関わるありとあらゆる法律を交付したからであった。ビール醸造業、壺作り、商業活動や手工業生産、都市の位置に関する免許法は最も儲かる財源であり、アーデレプゼン家は金や現物の形で徴収された税からその収入を得ていた。さらにユダヤ人保護もこれに収入であった。 ユダヤ人の収入から居住金や保護金が徴収されたのであった。1577年に大きな倉庫が建設された。この建物は20世紀にカトリックの教会堂に改造された。近郊のブラムベルク、グレーフェンブルク、バッケンベルクという山で1870年頃に始まった。玄武岩採掘によってアーデレプゼンは重要な。 採石事業の所在地となった。1885年から1932年まで、アーデレプゼンとこの町に属す集落は、北西に隣接するウスラーシの軍に属した。その後この軍は、ノルトハイム軍に併合された。1973年に、アーデレプゼンは、ノルトハイム軍から、ゲッティンゲン軍に移管された。1993年3月にこの町は、 ドイツ全土で、アウトノメアンティファという新聞の見出しとなった。これは、大部分がヘルメットをかぶり、ブラックブロックとなったゲッティンゲンからの参加者、約2000人によるアーデレプゼンの NPT 教育センターに対する抗議運動であった。2006年1月22日に、29歳の CD の、女性政治家ディナーシュトルベルクバウアーが58%の、 票を獲得して町長に選出された。後継者として2013年10月6日の決選投票でスピードの候補、ホルガー・フラーゼが68.8%の票を獲得して対立候補のエルケ・フェッターを下した。この選挙の投票率は55.72%であった。フラーゼは2014年1月27日に町長に就任した。 これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。